超降臨ひろみチャンネル。今回はまた岩犬がいろいろ言ってるぞと、馬鹿野郎ということでやってみたいと思います。岩田健太郎氏、これはですね、私たち内科学会の専門医部会では非常に有名というか、なんというか、いろんな意味で有名な人です。で、まああのね、久しぶりに見たらあのダイヤモンドプリンセスで炎上いたしておりまして、一体どういうことかと。で、岩犬またロックダウンしろって言ってるよ。ちょっとこの岩犬が言った内容を見てみましょう。これですね、東京都はロックダウンを決断すべきです、今日です。現状の患者の増え方は一時的で、これまでの患者選択、検査、コンタクトトレーシングでは抑え込めません。はい、つまり現状維持では状況は悪くなる一方で、別の方針に転換するプラン B に移行する必要があります。いわゆるロックダウンは東京内外の人の出入りの制限あるいは封鎖と、東京都内での外出制限あるいは禁止を意味します。岩犬、法律がないのだよ、そんなことする。いいか岩犬、我が国は法治国家だ。総理が思いついてこんなことはできないのだよ、ね、法律の根拠法令がなければできないので、まずそれがあるかどうか探してからものを言え、バカ者。本当どうしてこういう話の仕方するんですかね。で、どうしてマスコミはこういう方を取り上げるんでしょうか。何がしたいんですか。日本人をどんどんバカにしたいんですかね。もうちょっと落ち着いてきちんと議論するという国民性を身につけないといけない時期に来てるんじゃないかと。まず神風起こるよとかって言ってる場合じゃなくて、それを悟れ日本人って私は思います。で、もう本当に岩犬のバカ野郎と、久しぶりにバカ野郎が出ましたね。いい加減にしろって本当に思います。もう本当に情けない、同じ内科専門医として。で、これですね、岩犬といえばあのダイヤモンドプリンセスにこの高山さんという人に許可をしてもらって、乗ったっていうことでしたよね。高山さん自分でつあのこのフェイスブックでつぶやいてました。で、その高山さんがですね、今回このちょっと私絡みまして、なんでかって言ったらですね、ここあの高山さん4月5日にですねフェイスブックにつぶやいてるんですけど、そこにですね、なんですよ、ここ軽症で受診していない人もいるでしょうから、感染者数の実態は報告者数の数十倍に及ぶかもしれません。最初この個人の見解で入ってなかったので、どうやら高山さんは今は全く厚生労働省と関係なく、沖縄県立中部病院かなんか、なんかよくわからん、その沖縄の病院に勤務しています。で、どうやらあのダイヤモンドプリンセスですね、あの時も本当は厚生労働省の職員じゃなかったんですよ。実は高山さんは元厚生労働省の職員だったんですけど、あのそこ沖縄県立の病院から出向して行ってたんですよ。で、もう帰ってたんです。だけどダイヤモンドプリンセスで人が足りないっていう時に、参与という身分で、また職員にするのも大変ですから、参与っていう身分を厚生労働省が与えて、でやっていただいたそうなんですね。ただし一般の方々からすると、ね、岩犬があのダイヤモンドプリンセスにあの入るのに許可できるような人ですよね。で、するとしかも参与とかっていうとね、そっちの方が偉いんじゃないかって思ってしまいませんかね。え、でしょ。なので私はこれはよろしくないと思っていて、まずもうこの人ね、あの高山さんは発言するときに、あのしばらくは僕は厚生労働省の人間ではありませんとはっきり書くべきですよ。じゃないと厚生労働省のこのがこうやってね、あの数十倍いますっていうことを言ってる、なんだけど隠してるんじゃないかって今すごい言われているのに、それを聡明しちゃってるんですよね。だからすごい怒って私いろいろ書き込んだんですよ。そうなんです。で、高山さんはここに個人の見解って括弧ってつけたんですけれどもね。で、私ね、これね、実は医政局長にも怒ってメールしました。怒ってしたわけじゃないけど、やっぱりあのでその内容は私ツイッターに上げてます。実は出してるんですよ。で、やっぱり産業とか、あの特に高山さんみたいなあの
普通はさ、厚生労働省行って帰ってきてもそんなことを言わないし、知ってても周りが知ってるぐらいであんまり影響ないんですけど、高山さんは自分で違和感がガーってあんなに有名になった時に、いや僕が許可したんだけどこういう経緯でしたとかって言ったから自分も有名になっちゃってるんですよね。でそれをすっかり忘れてこんなことを言うとは何事だと。しかもね、はっきり言ったらさ、高山さん、私ね、どうしてもわからないんだけど、あなたが違和感が乗船するのを許可しましたとかっていうのって、本当は守秘義務あるんじゃないですか？厚生労働省の職務でやったのことだったら、本当はあなた守秘義務あるんじゃないですか？私はそう思ってますよ。あなた、医師免許かけてやってますか？我々は、ね、職務に関して、守らなければ口外してはならないっていう条項が刑法できちんと決められている職種ですが、高山さん、あなたそのこと分かってますか？私これ下手すると守秘義務違反なんじゃないかなと。でも守秘義務違反ってね、実は申告罪って言って、被害に遭ったところが申し出ないと罪にならないんですよ。この場合被害に遭ったところは厚生労働省ですね。だから厚生労働省が高山さんを告訴するとは私は思えませんが、しかしそれを良いことに高山さんが勝手に喋ってるんだとすると、ちょっと度が過ぎるんじゃないかなというふうに思っています。ですから高山さんはぜひこのような発言をするのを本当にやめていただきたいですっていうのが私のお願いです。ですから違和感も高山もどっちもどっちもいい加減にしろっていうのが今日私の言いたいことです。なんかあります？聞きたいこと。そもそも、やっぱり人が足んないから、やっぱり呼ばれて高山さんに行ったってことですよね、と聞いてます。これは厚生労働省から聞いたわけじゃなくて、いろんなとこが、私もお友達いるのでいろんなとこから聞きましたね。高山さんはそれ以前の実績っていうか、どういうことか。高山さんよく知らないんですけど、お医者さんですよね。お医者さんで沖縄県立中部病院で研修してるから、そこは違和感と一緒なんで、多分違和感の方が年が上だと思うので、この人違和感の後輩になるんじゃないかなと思いますけどね。多分ほら沖縄県立中部病院を辞めて今厚生労働省って書いてます。ほらね、今厚生労働省にいるってやっぱり書いてるでしょね。だからこれね、こういうのもまずいと思うんですよね。今所属してるから言っちゃいけないですよ。そう、今だから今ね、本当に厚生労働省で働いてるってことになっているけですけれども、それだったらそれで、自分がどういうことをやってるっていうのに関しては守秘義務があるんじゃないかなと私は思います。これだから、とりあえずね、産業の、選定基準とかっていうのをしっかり明らかにして、それからちゃんとね、秘密保持契約を、契約書をしっかり書かせて、こういうことさせないっていうことを厚生労働省も今回していかないといけないなというふうに私は思いました。これに関してはまた、どこかで提言しますっていうか、お役人の皆さんもひろみチャンネル一生懸命見てますから、多分ここで言うと見てると思います。で、私は本当にこの高山さんに関しては怒ってますよ。この人がどんだけ腕が良くてね、人が良くて実績があって、違和感とは全然違うんだよってかばう人いっぱいいるんですよ、私の周りに。ただし私の目からすると、違和感も高山さんも全然変わったもんじゃありませんよ、言っておきますけど。っていうことで、私本当にこのね、違和感は慣れてるんですよ。違和感長いっすからね。だって専門医部会で、私ももう15年近く専門医部会いるから、違和感もずっと調子だから、これは慣れてるけど、高山さんいきなりやられましたからね、こんなこと。でしかも多分この人何科の人なのかよくわかんないけど、専門医とかお持ちなのかどうかもわかんないけど、だからちょっと、感染症専門医なのかな、わかんないですね。なんかどういうバックグラウンドの人なんかはよく分からんけど、でも私としてはこの事実から見るじゃないですか、ね、そうするとあんた守秘義務どうなってんのよとか言いたいことがいっぱいあります、聞きたいことが。というわけで
もう高山さんこんなことするの本当にやめてください。お願いいたします。というわけでよろしいでしょうか。本日は高山さんと岩県両方に文句を言ってみた。拍手するようなことじゃないかもしれませんが、恒例なので拍手してみたということでおしまいにしたいと思います。失礼します。